半島マレーシアの先住民オランアサルは、マレーシアの先住民族である。マレー語で、元々の人々を意味する言葉で、サバ州、サラワク州、半島マレーシアの先住民を指すのに使われる。これらのグループはマレーシアでは、ブミプトラという地位を与えられている。半島マレーシアのオランアサルは、オランアスリと総称され、半島内の少数派であるのに対し、 東マレーシアのオランアサルは人口の大部分を占めている。オランアサルとは元々の人々を意味する。元々はマラヤ危機の際に共産党の反乱軍がこれらの部族の支持を得るために使用したものである。オランアサルは公式にはブミプトラとされマレーシア憲法に定められているようにマレーシア社会で特別な特権を与えられている。しかし、 彼らの社会は未だに阻害されたままであり、マレー系民族とは対照的にニキューブミプトラというレッテルを貼られてきた。現在進行中の問題は開発目的でしばしば取り上げられる土地に関するものである。これにより、訴訟、連邦政府と州政府の分裂など多くの問題が発生した。さらに、オラン・アサルの伝統的な土地と考えられている場所で、 違法伐採が頻繁に行われている。移民に関しても問題が発生しており、オラン・アサルより先に移民が ID カードを与えられることは多い。さらに多くの人々が主流の文化に同化してイスラム教に改修することを余儀なくされている。オラン・アサルは開発に応じて移住することがよくある。サラワク州の未完成のバクンナムにより1万千人が移動を余儀なくされた。 現代的な素材を使って建設されたイバン族のロングハウスオランアサルはマレーシア全土におり人口の11%約210万人を占める。オランアサルは半島マレーシアと東マレーシアの両方のすべての先住民を含む包括的な用語である。半島マレーシアの先住民はより具体的にはオランアスリと呼ばれている。 その数は約149,500人で、マレーシアの総人口の0.7%に過ぎない。正式には、ネグリとセノイ、プロトマレーのいずれかに分類される19の民族的サブグループからなる。多少数には移動があるが、東、マレーシアには、サバ州では約39、サラワク州では約25、合計で、 約64の先住民グループがある。オランアサルはサバ州の人口の60%、サラワク州の人口の50%を占めている。サバ州の先住民族は非常に多様で50以上の言語と80以上の方言を話している。サラワク州で最大のグループはイバン族である。火を起こすオランアスリオランアサルには独自の宗教や習慣だけでなく独自の言語がある。 話される言語は一般にオーストロネシア語族とオーストロアジア語族のものである。半島の言語はネグリト語、セノイ語、マレー語にグループ化でき、それらを合わせて約18のサブグループに分けることができる。しかし、これらの言語はいずれも部族の子供たちがマレー語と英語を学ぶために失われる危険にさらされている。東マレーシアの主要言語はカダザンジュスン語と イバン語でどちらも多くの先住民族が使用している。半島の先住民族の言語とは対照的にこれらの言語は日常生活の中で普通に使われている。半島では各サブグループは文化的に他のサブグループとは異なり、ライフスタイルは漁師から農家、飼料採集者まで様々である。現在多くの人々が現代生活の侵入により、 定住しているが、一部は、反誘導民のままである。サバ州の人々は、伝統的に自給自足の農民であるが、最近では、地方自治体への関与も増えてきている。サラワク州の多くのオランアサルは米を食べ、狩猟で食事を補っている。中には、反誘導民も残っている。東マレーシアのオランアサルは、木のお面などの芸術作品で知られている。ありがとうございます。